I was an MC last night at a mindfulness event. 西澤ロイの頑張らない英語。このコーナーは英語のカウンセラー兼アドバイザー西澤ロイが英語で頑張っている方を紹介するコーナーです。ロイさん、おはようございます。おはようございます。何でも、はい、ん、ラストナイト、ラスト昨日、はい、うん、MC、 ああ聞こえましたね、はい、I was an MC last night at a mindfulness event って言いました。おお、マインドフルネスイベント、はい、おおお、マインドフルネス、聞いたことありますか、マインドフルネス。何度か、ほうほうほう、それがどういったものかちょっと検索したことはないですが、うん、まあ、その詳しいところは今日のゲストさんに聞く感じ で、はい、で今日また素敵なゲストさんがいらっしゃっていて、もうスタジオの外ではね、もうスマホのカメラが止まらないって感じですけど、早速お迎えいたしましょうか。では、はいはい、本日ゲストに来ていただきましたのは魂の講演家、宗志郎さんに来ていただきました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速なんですが、せっかくなので自己紹介から始めていただいてよろしいでしょうか。はい、魂の講演家と紹介いただきましたけれども、はい、現在フィリピンのですね、セブ島の離島に生活をしておりまして、神銀島という、神銀島という島に、はい、生活しております。もともと心の専門としてですね、カウンセリングやセラピーをベースにした講演活動を続けていたんですが、1年半前から上銀島という島に移り住みまして、妻と2人でですね、島生活を送っていて、現在は日本で魂の講演アンギャということで、沖縄から北海道まで移動中の最中、途中で今日は寄らせていただいております。ありがとうございます。そんなね、日本横断中に、はい、で昨日、東京の講演会がありまして、はい、僕ちょっと司会をやらせていただきました。聞きましたよ、はい、ちょっとコスプレ付きで聞きました聞きました。何でもフライトをイメージしてらっしゃったという、はい、その会場自体を飛行機にもう例える感じで、おー、じゃあもうロイさんが添乗員みたいな感じで、はい、まあ、僕副操縦士、コパイロット、なるほど、はい、副操縦士だったんです、ね、副操縦士で下手なことやると墜落したらまずいなと思ったんですけど、なんとか、はい、自動操縦で、あれですか、イベント中に乱気流に飛行機が揉まれてみたいな、こういやそうなるかと思ったんです。昨日すごい風強かったん で、ですよ、ね、上空超荒れるんじゃないかと思ったんですけど、はい、でもですね、マインドフルネスなイベントなので、はい、もうすっごい穏やかで、上空は超穏やかでした。そうですね、貴重ですけど操縦はお任せしてました、ね、オートパイロットで、はい、でそんな先ほどからお話に出てくるマインドフルネスというのが一体何なのかということを、はい、まず教えていただいてよろしいですか。はい、日本では禅の思想がありますが、今世界的に禅ブームと言われていますけれども、はい、今ここにいるというのが最もシンプルな表現なんですね。人は考え事をして過去や未来に頭が飛んでいく時がありますけれども、今この瞬間絶対的に存在している今自分自身というものと自分の出会っている人生や世界というものにしっかりと五感を張り巡らしている状態というふうに私は説明をしています。だから例えばご飯食べる時に頭で考え事してて、あれ味がわからないとか、はい、とかバクバク食べてて、なんか味わってないとか、そうするとマインドフルネスではないわけですよね。そうですね、常に自分自身の張り巡らした五感がここにあるということを理解するということは、現代人忙しいですから意識が飛びやすいわけですよね。あ、なるほど、わかります。確かにその仕事に追われてる人はその先のこと先のことばっかりに目がいって、今の自分にその気持ちがない。そうですね、忙しいという字はという金八先生みたいな話をするんですが、心をなくすと書きますし、また忘れるという字も亡き心と同じように両方同じ字を書くんですよね。ですから忘れていたり忙しくなって心と離れている現代人にとって、このマインドフルというですね、今の自分自身と一つであるということはとても大切で、全然日本にはもともとあった思想ですが、これが今アメリカから逆輸入型で日本でも注目を集めているっていうことなんですね。私も実はそんなに
その情報知らなかったんですが、このマインドフルというプロセスで人に講演して伝えていたところ、まあ Google 社が世界的にですね、このマインドフルネスをビジネスのフィールドでも広めているということを聞きましてですね、今は日本でも特に IT 企業中心に非常に注目が集まっているというふうに聞いております。じゃあむしろ今時代が宗志郎さんについてきたような感じなんですかね。ある種やっと追いついてきたというか、まあ、そうですね、私は15年前から心の専門ということでやっていますが、やはり現代心のテーマは非常に日に日に大きくなっていると思いますし、特に世界的に見ても日本人の精神性は尊敬されているんですが、やはりマインドですね、意識や心の部分についてはやはり皆さん葛藤されている方も、精神の問題を抱えている方も非常に多くなっていますので、非常に重要なテーマであると同時に、おろそかにされている分ですね、逆に取り戻す必要性を持っていらっしゃる方多いなと思いまして、私は大自然生活をしているので状態が良いかと思いますが、日本に来るたびにですね、その自然の風とマインドフルな情報をお届けできればと思って講演をしているところ。で、宗志郎さん、フィリピンにお住まいで、英語っていうのはどうやって身につけられたんですか？もともとですね、高校時代ニュージーランドに、3年間留学をしてたんですね。飛び出すようにいつも直感で行動するんですが、高校1年生で突然ですね、学校退学しましてですね、どうしても海外に生活しなくてはならないと。退学ですか？そうなんです、まあ、思い切りましたね。転出という形をとって復学予定だったんですが、もうすぐにですね、ニュージーランドから退学届を出しまして、もうニュージーランドに入った瞬間にここだと、僕はこの緑の中で英語で生活していくんだというのがこうピンときてしまってですね、そのままニュージーランドで卒業したので、まあ本当に How are you? って聞かれて Yes! って答えてたぐらい、初めは全く英語がわからないまま留学をしたので、そこからもう体当たりで学習していったという感じですね。じゃあそこもその五感を使って学んでったような感じですか？そうですね、もうスポーツに助けてもらったというかですね、やはり友達を作る方法として言葉が苦手だったので、スポーツや遊びを通して友達と会話をしながら学んだっていうのが多かったですし、ただ日々の日常でどうしても発音を良くしたいっていうことがありましたので、まあ辞書から適当な単語を引っ張っては苦手な発音ありますよね、日本人にとっての。それをひたすら繰り返し練習すると。あ、それ大事ですよね。なんでもう毎日 F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  ってですね、TH や F や V やそういう発音の練習を毎日繰り返しながら、でもあとはもう友達と体当たりを繰り返していた感じですね。いや本当発音ってめちゃめちゃ大事な土台なので、はい、順次ももっとやった方がいいですよ。はい、もうロイさんの目が真剣だったんで気を引き締め直しますでもやっぱりその友達っていう関係性だからこそ、この体当たりになれる部分って結構あったんですかね。その気軽に言い合えるっていうんですかね。そうですね、あとはやはりその動いていたり何かを一緒にやっていると考えるよりもとにかく伝えようということの気持ちが先行してきますよね。だそのシチュエーションがあったことはすごく大きかったなと思いますね。やっぱ英語学ぶときってついこう文章とかで学んでしまって、その状況と一緒にならない人って結構多いんですよね。でもそこで例えば友達と一緒に、僕もその留学中に一緒にビリヤードやりながら、あ、こういう時こういうんだとか、そういう学びってすごくなんか生きた学び で体験とくっついてるから忘れないんですよね。そうですね、その当時活用できたものであり、現代もまさに進行形で今島の中で20カ国以上の外国人の友人がいるんですね。なので毎日基本的には英語で全て生活をしてるんですけれども、非常に生きているのはコーチングやカウンセリングって質問をして相手の話を引き出すというのがベースにありまして、それを10年以上やってましたので、質問英語がやっぱり上手になってですね。なるほど。ずらずらベラベラ、例えば話せなかったとしてもですね、 Why? How?When? でこう質問をタイミングよくかけると相手は気持ちよく話せるので、とてもこうコミュニケーションがうまくいって、君は英語がうまいなと言われるんですねまあ聞き取れることが大前提ですよね。そうですね。そこでパドンパドンってなっちゃうとちょっと成り立たないので。そうですね。まあでも質問英語っていいですね。確かにこう話しかけるきっかけって、なんか頭の中だけで勉強してるとなかなかこう
自分を喋るっていうのはできますけど、なんかこう人に聞くっていうのがおろそかになってしまったりとかしそうなんですけどね。さすがでございますね。やっぱり聞きたい英語と言います、聞き出し英語みたいなのが面白いかもしれないですよね。はい、まあ、そんなね、まあ生きた英語を、まあ身につけていらっしゃる宗志郎さんなんですが、まあそのまあ、僕もそうなんですけど、今まさにその英語を学んでいる日本人ですね、はい、に対してお伝えしたいことっていうのが、そうですね、大きくはやはり、まあ、ボキャブラリーを中心として頭で覚えていく英語、これは必ず後で感性とセットになるので、うん、やっておくと、日本人の英語は、まあ、よくダメだとも言われますけど、やっぱり単語と語彙数と文法を増やしておくというのは必ず生きてくるとは思うんですね、うん、でもその感性という点ではやはり発音や表現が楽しくなってきたときに、英語はやはりその興味深さとともに上達していくと思うんですね。じゃあもう毎日歩きながらその TH や F や V の発音をするところから始めて、気に入った単語があればその単語をひたすらどれだけかっこよく発音できるかというかっこよさとか楽しさとかですね、そういったものを感性のやっぱり英語というのを楽しみ出したところから、日本語英語としての文法や語彙というものが結びついていったの で私の場合であれば心の専門性とマインドフルネスということと英語を結びつけたときには、自分の中に知識情報と大切にしていることがありますので、英語も意外とスムーズに出てくるんですよね。なので自分の大好きなことと英語を結びつけて学んだり実践してもらうっていうのが一番効果的じゃないかなという気がします。でそこでその英語をまあ土台にしてというか、英語の先のちょっとお話になってくると思うんですけども、その上銀島にお住まいで、なんていうんですかね、宗志郎さんは自分を日本人だと思ってこうなんかこう世界でみたいなことを考えてらっしゃるのか、それともどんなふうに考えてらっしゃいますか。そうですね、まあ、ニュージーランドに留学した時から、国際的でありたいという気持ちはありましたけれども、今はその上銀島に引っ越しをするときにですね、日本を出よう、本当の意味でですね、日本という場所から海外にという意味じゃなくて、もう日本という国籍を出ようという意識を持ちまして、今は基本的には地球人と言ってます。なので世界人とか国際人だとまだ国の意識と人間意識がありますが、地球人はもう植物も大自然もありとあらゆる生き物と共に共生をしていて、まあみんなで一つというですね、そういう心に基づいているので、まあ本当に英語だけでなく五感のあらゆる言語を使ってですね、対話をする地球人として、まあ日本に来訪しているというなるほど、そういうコンセプトですね。で今回そのツアーで南から北まで回っていく中で、どういったことをこう特に今日本に伝えたいとか、みんなにその例えば英語を勉強してる人って、例えばすごくリーダーになる人たちだと僕は思っていて、まあその日本のリーダーの方たちに宗志郎さんがお伝えになりたいこと、どういったところになってくるんですかね。そうですね、やはり本当に恵まれた国なんですよね。世界に動けば動くほど恵まれた国日本で、パスポートも世界で最高峰のレベルで自由が利いてますし、やはり知識情報も多くて技術も本当に最先端、日本人は世界でやはり尊敬されているというのは私の印象ですね。なのでそのやはりアイデンティティと誇りというものを高く持って、でできれば日本人という意識からではなくてですね、地球のリーダー、世界のリーダーという意識からやはり動いていこうという気持ちを持つだけで変わってくると思いますし、とにかくたくさんの国、たくさんの文化、たくさんの人、出来事に触れていくことで、やはり生き生きとそのした世界のエネルギーを感じていくことで、日本人らしい世界での活躍の仕方っていうのはあると思いますし、やはり心を大切にしているのが日本人の特徴だと思いますので、全国を回りながらですね、とにかく心と心でつながり合える力、真のコミュニケーション能力があれば、英語もやはり心が伝わりたいという気持ちによって上達は早まると思いますので、この心でつながるっていうあたり、もうちょっと具体的にお願いできますか。そうですね、まあ、マインドフルっていう概念でいくと、五感を共有するというのが本当の共感であるということを伝えするんですね。なので目、耳、肌、まあ、時には香りや味含めてですが、とにかく人と同じ空間時間をしっかりと共有すると、
その五感が今という瞬間に共有できる力のある人は、言葉が多少ずれてもですね、やはり以心伝心で心が伝わっていくんですね。なのでその心の伝えることができる、まあ相手を受容する力と、相手に自分の心をまあ流し込む力というかですね、その一つになっていく力があれば、あの目を見ているだけでですね、国際人になれるんじゃないかと思うぐらい。でやはり相手と本当に通い合った時に自然と言葉が口から出ていくという、日本語でもそういう時あると思いますが、英語もそういうふうに思いますね。そのなんていうんですかね、海外のいろんな、まあ、欧米でもそのアジアでもいいんですけど、そういう国だと自分は何人だって、そのそれをアイデンティティにすごく持って自己主張する人がすごく多いじゃないですか。でも日本人はもっとこう和を持って尊しとなすという、そういうところとか、やっぱ空気を読むとか、はい、やっぱその辺がその大事なんでしょうか。そうですね、今まさに島の中で20カ国の友人が集まると全員主張主張になってくるよ、ね、で私は全ての人をまさに五感で捉え続けてですね、とにかくよく見続け聞き続けていると、最終的には私が最後ボソッと一言喋るとですね、みんなはーっと聞いてくれるんですよね。鶴の一声状態ですか。いや本当にそういうところありますね。すごい、それはこれは日本人の特性というか、やはりコミュニケーション特性としてですね、あの英語を、まあ、たくさん言葉で出せるかどうかよりも、心が通じ合うかっていう点で言えば、よく聞いてあげて、そして聞いてくれてるからこの人の話を聞こうという姿勢になったその一瞬に自分の一番言いたいことをしっかりと伝えると流し込むんですね。はあ、そういった形ですれば、あの情報の量は相手が9割以上話してるんですが、それでも伝わるものが伝わっていく。へ、本当にあの欧米では聞いてくれる人が日本よりおそらく少ないですからね。でも日本人も本当に話が聞けない人が増えてる気がしますが、よく聞くという力があると、実はお話上手と言われるという。確かに確かに。でその例えばカウンセリングだったら傾聴とかって言葉があったりしますけれども、そうじゃなくてもっと五感を使って、そうですね、リスニングではなくてアンダースタンディングですね。その全て相手をこう受け入れていく、とか、まあ本当シェアリングですね、全て分かち合っていくっていう意識だと思いますね。もう私は話を聞くときは相手の命を飲み込むぐらいの気持ちで聞いていますし、あのやはり伝えるときも自分自身の考えよりは私の人生を聞いてほしいと、そういったまあコミットメント、なんかそうやってフルに受け止めるみたいなのがマインドフルネスとか、やっぱすごく本当にそうだと思いますね。五感を全て分かち合えるかどうかというチャレンジだと思ってますね。なるほど。いやなんかもうずっとお話聞いていたいところではあるんですけど、ね、いや本当1時間ぐらい欲しいんですよ、なんかもうそうしろスペシャルぐらいでね、1時間ぐらいこうがっつりと時間を取って、マインドフルネスとは何かと、ぜひともね聞いていただき、聞かせていただきたいところではあるんですが、残念ながらそろそろお時間が近づいてまいりましたので、せっかくなので最後にリスナーの方々に一言メッセージをいただいてもよろしいでしょうか。はい、あの本当に心がより大切になる時代だと思いますね。日本という国に対しても世界の中の日本という位置づけでもですね、なので本当に心、自分自身の心を深く見つめていただくこと、そして人と人とは心で結びついているということをベースにして、このコーナーの英語ということをテーマにしても、ぜひボーダレスなグローバルなですね、心と心が通い合う、そういったあの人物を共に目指していけたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。では最後に、今後の告知などありございましたら。あ、そうですね、本当にあの私五感を張り巡らして直感に従って生きているので、次に何をしているかがよく読めないスケジュールで動いているんですが、あの、まあ、日本アンギャが終わったらアメリカを経由してまたフィリピンの方に帰るんですけれども、あのホームページがありますので、はい、あのそうしろ .com というですね、soshiro.com ですね、あのそちらの方を見ていただいて、あのもし随時タイミングが合えばですね、世界のどこかへ飛んできて顔を見に来ていただければと思っております。もう上銀島に来るっていうのも大歓迎。大歓迎ですね。あの今年は7、8月は上銀島におります。あ、はい、まあ、ぜひとも気になる方はね、あのホームページをまずご確認していただいてということで、はい、
というわけで本当にあっという間のお時間でございました。本日ゲストにお迎えしましたのは魂の講演家宗志郎さんに来ていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you very much for inviting me. Thank you. それでは本日もお送りしました西澤ロイの頑張らない英語、お送りしましたのはナビゲーター上村淳と西澤ロイでした。 Thanks a lot for listening. See you next week. Bye bye. Bye bye. Bye bye.西澤ロイの頑張らない英語、次回を見逃さないためにチャンネルにぜひご登録ください。